あとは例えばね、辺と作りがこうあったら、はい、右側を大きくするっていう意識をもっとつけるといいですね。字はきれいに書けてるんですけど、例えばこの蝶、ね、こういうごんべん系の、はい、うまいんですけど、ごんべんの、見えますかね、ごんべんの字とこっちの衆っていう字が同じ大きさに見えるんですね。うん、あくまでも字は、気持ちはこう書いたら右側を少し大きくですね、うん、で右側にグッと広がる字と形はいいですから、このまま字を少しなんとなく大きくふわっと膨らませていただけるとより迫力出るかなと思います。全体的にそうですね。例えばこの強力の強とかもそうですね。力がの大きさが全部一緒なんですね。字の大きさに変化をつける、それを極端につけてほしいんですね。なんかハッタリが効きますので、これはどうするかというと、上が大、もう大です、本当に大で、こっちは小、もう小ですね。で右が中もしくは大、どっちでもいいです。ぐーっと書くと字に迫力出るんですね。右側にこそ大きくしたいですね。右側とかうまく見えるんですね。はい、あとは右側に行くと字は右にこう、あ、右上がりだと思うんですね。右に上がっていくと思うんですね。次はこの力もそうですね。力が2つ並びますけど、2個目はちょっと上から書きたいですよね。下がったらグッと下がっていくんで、ね、右側に行くと上に上がるんだっていう気持ちを持っておくと字が自然と整ってきますよ。見栄えが良くなります。そうですね、もう上も下も大きく、上もそう、上も下も大きく、下も大きく、そう、横も大きくしたいですけどね。横ももう一回り、横ももう一回り長くすると力がグッと広がったかもしれないですね。肩が、シューっていう字がありますよね。これも左と右の大きさを見比べてると右の方が下がってるし小さく見えるんですね。じゃあ逆にすればいいんです。左をこう書いたら右はさらに大きく、横も縦も、まあ横は縦はこの辺でいいですけど、こう書いてこう書くとなんか安定してきますので、右側ぐっと大きくですね、こう書いたら、こう、あ、すいませんね、この辺に来るといいですね。縦線が2個目の縦線が、そうするとぐっと大きく払っても余白が揃います。まあこの燃料は特に難しい仕様、これはでももともと難しいですから、ここまで書けただけでも十分なんですけど、なんか横にね、横の正方形って感じがしますから、ちょっと字は縦長の感じにすると、まずこの皮変って言うんですけどね、これがもう書けないとまず難しいです。特殊です。これ真下に行っていきますよ。真下に進んでキュッといきます。で上の方からキュッと止まります。この形がまず できないと皮変の字は成立しなくなりますので、ね、訳とかいろいろありますよね。こんだけで縦長に見えるんです。上の方から下にキュッと下がる。そうです。そしてこれね、前っていう字は難しいですけど、こうちょっと縦長に書きますね、字をね。こう書いて、ここも止まるといいですね。キュッと締めておきます、こうやって。もう全部字は組み合わせですので、どうしてもね、他を計算するとこういう形になってしまうんですね。そう、あんま広がらない。で、点を引っ付けて。で、劣化ですね。ここをしっかりと、大、ちょっとかぶっちゃいますか。大、中、小、大、特大。こういう形で書いてほしいです。ちょん、点、ね、なんとなくではなくて、大、中、小、大。そうですね、それを形を作っていく感じですね、うん、そうです。あとは無理に大きく書いたらちょっと失敗しちゃいますので、その皮変がちょっと大きすぎたらちょっとこっちがつられちゃいますので、どうしてもそんな縦長の字じゃないですから、簡単、適度に縦長にしてください。例えばその黒っていう字なんかね、一番書きやすいかもしれないですけど、こう黒、ね、こう書いてこうですね。こっから大、中、小があるから効くんですね、最後の大が。で、グッと。この2つがとにかく、この2つで支えるって感じです。はい。いいですね。ここの空間をもっと、もうちょっと詰めたら、いいですけどね。そうです、そうです。なんとなく、こういう感じができると、うまく見えますね。このチューブもちょっとでかかったかもしれないですね。
これも劣化っていう部首なんですけど、これを集中練習したら結構これは一気に覚えてしまうっていうのがあります。はい、あとはね、空間ですね。この空間が均一さがね、この空間が均一さがないとまたパッと見がでね崩れて見えますので、なんかまあ字が傾いてるのはねしょうがないとして、まずここにこう中心から上げて角度ですね、ここのここですね、とにかくこの中心の線に向けてこう合わせる。で次こう書いたらぐーっと下がって止まってこうですね、ここしっかり揃えてくださいね、気持ちは。でこっから点がつながるように、気持ちがつながるようにちょんって書きますね。なんか真ん中に寄せる感じです、最後の点は。書いてみましょうかね。まっすぐなるようにちょっと書いてみてください。下がりながら、はい、ぐーっと右に行って中に跳ねる。で最後の点の位置大事ですよ、小さくちょっと大きく、そうですね、最後ちょっと大きく、そう大きさ変えますね。でこれも表情をつける感じで、直線でなくてこうぐーっていう感じですかね。ただ字がキュッと引き締まります、心っていう感じになってきますので、中に、そうですね、真ん中に合わせてください。あ、いいですよ、全然変わってきました。いいですね、跳ねる位置、まあ心ですけど、この跳ねる位置がすごく重要ですので、ここにじゃあ必然とか必殺がありますよね、ここにね、これも跳ねる位置が違いますよね。まあ書き順も1、2、これ3なんですね。3から4に向かいたいんですけど、こっちに向かっていっちゃってるんですね。思いっきりこう行きたいんですね。はい、あ、書きましょうか。じゃあここですかね、ここ見ますかね、ここ、はい、1で2ですね。でペンが基本全部つながるような感じで、3がぐーっといって、これが大事です。ここから中に入れます。でこのペンがつながってんてんてんって左に行って、で C、 またこれてんてんてん5って感じですかね。ちょっと離れましたけど、最後跳ねる位置はすごく重要です。はい、書きましたね、点下げて書きましたけど、この5区っていう字ですね、これ丸じゃないんですね。ここ書いたらこう止まってこんな感じにするといいですね。ちょっと書いておきましょうね。ね、極楽とかね、結構強い字なんですね。このこう書いて、ここちょっと窮屈、止まる、キュッと上がって、なんかキュッと引き締めて、こんな感じですね。すごく窮屈に書いてください。そしてこう書いて、ちょっと縦長にスマートに書いてくださいね、下にね。で、ここの気変に収まるようにいきましょうか。これ下がってしまってますね、気変よりも。はい、気変よりも上で収まるように書きましょう。ん？こうで？あ、難しいですね。ちょっと大きく書くと、こう、これでちょっと絞る感じ、ちょっと上に絞る感じ、上に絞って、こっからグッと、こんな感じですね。あ、うん、できてはいますよ。なんかね、なんか来た道を戻ってスタートする感じですかね。